あの富岡選手がプロじゃなかった頃、うん、ここのサーキット一緒に走って1回だけ勝ってんですよ。おお実は彼もう10年ぐらいの付き合いで、うまいうまい横さだ。では2人目の挑戦者は中島裕太さんです。はい、よろしくお願いします。中島裕太、何乗ってんの？車は何ですか？車は、ロードスターですね。あ NC です。 NC のでもなんか中島さんはイケメンですよね。ありがとうございます。なんだあいつ。なんだ誰かに噂ではなんか言われてますよね。あ、なんか詐欺沼の須田まさき。はい、詐欺沼って自分で言ってました。言ってないですね。狭い範囲ですね。あれですか、普段どういう活動なさってるんですか？普段はロードスターのパーティーレースで、あの NC のロードスターのパーティーレースとワンメイク、ワンメイクの方ですね。あと、マツダスプリットレーシングっていうので、あのスーパー耐久のチャレンジプログラム参加させてもらってて、今年は、2回ぐらい乗りもつもらいました。じゃあそこそこ早いね。いや早いですよ。あの実は彼もう10年ぐらいの付き合いで、そっちも10年ぐらいの付き合いなんですよ。 e スポーツ上がりなんですよ彼も。そうなんだ。あらー、なのでまあ当ててほしくないなと思って。 e スポーツ上がり俺ら苦手だもんね。自分で振っちゃった気もしますね。やばいな。では中島さん、今回どのプロと勝負しますか？じゃあ富岡選手でお願いします。何自分で振ってんの？危ねー、振り回収しました。これは面白いよ。ね、お願いします。自分の車でレースに出てるから知り尽くしてるからね。その自分の車の癖を。やばいな。中島さん、はい、どうですかこの。そうですね、まだあの富岡選手がプロじゃなかった頃、うん、ここのサーキット一緒に走って1回だけ勝ってんですよ。おなので今回自分の愛車なんで、うん、ちょっといい勝負できたらなと思うんですけど。おボコボコにしてやってる。お願いします、敵を取ってください。やばいな。これあれですか、改めてなんですけども、うん、まあ、プロの選手に勝ったらどうなんですか？はいはい、これ土屋圭一さんと勝負ですよ。いいんじゃないの？じゃあもう最初からちょっと先にやってみるだけで。いや心配非常に。じゃあね、これちょっとその楽しみもあるから、はい、ね、そうですね。はい、まあでもね、はい、その前にプロの皆さんがね、プロチームを見せてほしい。まあそうですね、はい、それはそうです。はい、ね、はい、じゃあ中島さんご準備お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。頑張って、レッツゴー。はい、見た目アマチュアじゃないだろ、あれ。そうだ、完全レーサーじゃん。完全レーサーでしたね。 D って書いてますね。あれ入ってますね。なんか中島さんやりそうだな。いや、キンキン言ってますけどね、車。キンコそれじゃない、間違う。その世代じゃない、かなりいい車なんですか？そうですね、まあ普段レースで使ってる車なんで完成度は高い。慣れてる具合も。はい、いいね。うまいもんだって。落ち着いてる。いいブレーキしてる、ね、ね、まあバイカーだからね、癖は分かってるよね。でパーティー戦で使ってる。中島さんはそのコースはよく走る。前はよく走ってました。はい、これで開催されたレースも出てたんで。おーい、危ない出方。してる ね、 ね、一応ダンパー抜けてる。ダンパー抜けてるかもしれない。こんなホワンホワンしてる。今パーティーレースの車両はショックが純正なので、なんかそういうのもあって柔らかくは見えるんですけど、ホワンホワンしてる。いやでも自分の車だからそれの癖も、うん、ちょっと分かってるから、うん、
確かに。それであの走りをしてるんですもんね。そうですね。ちょっとでももうちょっとタイヤを温めながら行けばよかった。今度は大変ですよね。そうですね。人の車 で、はい、ですあの足回りを意識しながら走るってことは、うんうん、いや大変大変。ね、大変ですよね。いや人の車ってのは結構大変。大変ですよね。現役の GT ドライバーですからね。やっぱり、うん、よろしいですか？じゃあ富樫選手スタートでーす。頑張って。さあどうなるか。どうぞどうぞどうぞ。別に開けなくていいから。どうぞ。ちょっと望んでないから。あ今回当たんなくてよかった。さあどうなるか。結構大変だと思うな。あのふにゃふにゃな足は怖い、ね。あれやっぱり調べてるね。めちゃめちゃ温めてますね。あれやっぱりね、加減が分かんないからな、人の車は。あのロードはね、難しいだろうな。いや、そうだよね。ここで分かるよ。うまいよ。うまいな。うまいですよね。うまいですね。富樫もこのパーティーレース出身なんですよ。あ、そう。だから彼も乗ってたレースではある。おお。いや、でも早いね。結構マジだな。行け。頑張れ。早い。これは早いぞ。これは早い。やる気満々じゃないですか。早い。早いね。ああ、早い。無理がなければプレーがいいなもんね。そこでね、ちょっとね、気合入りすぎちゃうといいな。向こうだ。もうちょっと大人の動きをしてしまう。さっきミスありました。さっきのアンパイ。すごいな、なんだか。ちょっと荒れてたね。アンパイだね、今の。さっきのアウトロックの中。カッカッとね。うまい、横さ。いけ、いけ。早いぞ。おお、これは早いぞ。そう。これはでもどうでした？まああの外で見てるよりは、やっぱレーシングカーなんで乗りやすかったですね。意外となんか余裕があった感じですか？余裕はありました。ただ、まあ、もうちょいちょっと整備に力入れた方がいいかな。言うね。あのレース勝とうと思うと。ものすごい上から目線じゃないですか。でしたね、でしたね。整備がなったなっていう。そうですね。話が違うとこ言ってましたけど。じゃあ行きましょうかね、はい。挑戦者とプロのタイムを同時に見てみたいと思います。うん、それではお願いします。せーの、ドン。よかったー。よしよしよし。うわ、早い。富樫選手の勝ちですね。これは早いわ。これは結構だったね。これは早い。コンマ5。これ1秒 1.5 秒。どれが勝利の？まあ、すべて違うかなという。頼もしいぞ、頼もしい。なれば課長怒ったみたいな。上から目線じゃないですか。まあ、でもこう現役だけあるね。ね、中島さんどうでした？そうですね、何年前、5、6年前はコンマ3ぐらいの差だったんですけど、まあ僕がクラブマンで彼がプロになって、はい、1.5 秒も差が開いてしまったという。いやでも悔しいですね。悔しいよね。同じところからスタートしたような気がするんですけど。本当あの僕がサーキットをは初めて走った日に、まあ、彼が誘ってくれたんですよ。要はそれがなかったら僕レーサーやってないんで。なるほど。まあ、成長した姿を見せれたかなと思います。これで。はい。なんか変ないい話します。成長したな。誘った側がちょっと変ないい話。帰って枕を濡らします。聞きたくなかったのに。SJ さん、中島さんがもっと速くなるためには何すればいいですかね。まあそこがやっぱりその普通の人とプロの違いなんじゃないの。なるほど。プロってのはやっぱりそういうところで飯食ってるしね、うん、やっぱそこはやっぱこう小さいところの積み重ね、最終コーナーにしても S 字にしてもさ、はいはい、そこの差のボトムのスピードだとか回転数だとかがやっぱちょっとずつ違うよね、うん、それってどういう例えば努力というかしていけばいいんですか。例えば、まあ、だから努力で速くなる人もいれば天才で速くなる人もいるでしょ、プロって、うんうん、まあ、GT500 のドライバーなんかみんな天才って言われてるけど、うん、でも天才でも 1,2 年でクビになっちゃうからね、うん、だからそこがやっぱ怖いよね。なるほど。だからやっぱりどのくらいさ、そのデータロガーで自分の走りを研究するかっていうところじゃない、プロって、うん、
プロってやっぱずっとねエンジニアと話してるからね。いやでもこの企画面白いですよね。いや面白いけどね、中島さんがね悔しいって言った気持ちも分かるし、またなんかね、うん、またそれこそリベンジみたいな形で来ていただけると、うん、やばいね、また面白い。非常に悪い。ぜひ車を整備して腕を磨いて、うん、車も磨いて、うん、また来ます、ね、すごい、いいじゃないですか。ありがとうございました。ありがとうございました。結局土屋さん今回も出番なしでしたね。そうだね、うん、まあいいんじゃないの。楽でいいですよ、ね、全然楽、全然楽。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは井上さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスト。ブレス、ああ、ブレスさんですね、はい、ね、はいはい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。中古車買取ホット、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。